中印,中印国境紛争。中印国境紛争。中印国境紛争。英語、死の、インディアンボーダーコンフリクト、艦隊アザ、中印ザ改装は、中華人民共和国とインドの国境問題により、1962年に、中華人民共和国とインドの間に生じた紛争。かつての中華民国と長年イギリスの植民地であった、インドは、 途中にネパールとブータンを挟んで長く国境を接していた。ほぼ全域がヒマラヤ山脈といった高山地帯であり、正確な国境は曖昧であったものの、事実上独立し、ダライラマ政権の統治下にあったチベットに中華民国の実効支配が及ばなかったこともあり、両国間の国境紛争は、1914年の志村会談の決裂以来、さやみになっていた。 その後、国境内戦を経て1949年に建国され、中華民国に代わり、中国大陸を支配し、1950年には、チベット侵攻を行った中華人民共和国と、インドは、両国の国境の解釈をめぐって対立した。中国共産党は、清がロシアその他の列強に領土を奪われた、経験から、軍事的実力のない時期に、 国境線を確定してはならないという考え方を持っており、そのため中国国内が安定し、近日にバイバイ、中国とインドは兄弟を掲げてたネルーと中恩来の平和を原則の締結により、こうした状況下で1959年9月にインドと中華人民とも国の両軍による武力衝突が起き、1962年11月には、 大規模な衝突に発展した。軍事的優位を確立してから軍事力を背景に国境線を確定する例は中祖国境紛争など他にも見られ、その前段階としての軍事的威圧は中国に軍事的優位を得るまでの優位を与えたものとみなされることも多い。主にカシミールとその東部地域のアクサイチン及びラダック、ザンスカール・バルティスターン、ブータンの東側、 後のアルナーチャルプラデイシュ州で激しい戦闘となったが中国人民解放軍の圧勝で終わった。インドの保護国だったシッキム王国ではナトゥラ峠を挟んだ地域で小り合いが起き、峠の西側は中国となった。なお、1950年代後半より表面化した中祖対立の影響でソビート連邦はインドを支援していた。 また、インパ戦争ではパキスタンを中華人民共和国が支援しており、中ソ両国の対立が色濃く影響していた。この紛争は、インドが核兵器開発を開始するきっかけともなった。中印国境紛争後、悪災地に中国人民解放軍が侵攻、中華人民共和国が実効支配をするようになると、パキスタンもそれに影響を受け、 1965年8月には武装集団をインド支配地域へ送り込む。これにインド軍が反応し、1965年第二次インパ戦争が勃発した。なお、その後インドと中国の間で直接的な交戦は起こっていないが、中国によるパキスタン支援はインドにとって敵対性を持つものであった。2010年9月にはインドは、 核弾頭の搭載が可能な中距離弾道ミサイルをパキスタンと中国に照準を合わせて配備すると表明した。主にカシミールとその東部地域のアクサイチン及びラダック、ザンスカール・バルティスターン、ブータンの東側、後のアルナーチャル・プラデーシュ州で激しい戦闘となった。1962年11月の衝突初期の両軍の戦闘序列。 チベット軍区前線指揮所、チベット軍区基地指揮所、新疆軍区高西川原指揮所、第四軍2003年にアタルビハーリー・バージペイ首相は中国を訪問し、江沢民国家主席と失禁をインドの領土と中国は認める代わりに、チベットを中国領土とインドは承認することで合意した。2005年にマンモハン新首相とオン・カホー首相の間で、 両国が領有を主張する範囲の中で人口密集地は争いの範囲外とする合意がなされ、両国にとって戦略上重要とされるアルナーチャルプラデーシュ州、特にタワン地区は現状を維持している。なお現在、アクサイチンは中華人民共和国が実行支配している。日本の学校教育用地図庁では両国主張の境界線を共に引いた上で地域は 所属未定とする手法が取られている。2010年9月2日、インド東部のオリッサ州政府は、同国中央政府の国防関係者の談話として、同国が開発した中距離弾道ミサイル、アグニに核弾頭の搭載が可能の改良型実験に成功したこと発表した。アグニにの射程は 2000km で、改良型のアグニには 2500km。 これまでにインド国防部関係者はアグニニや短距離弾道ミサイルを中国との国境地帯に配備するとしている。また、インド政府関係者は2010年3月に発表した国防計画に絡み、2012年までに中距離弾道弾による防御システムを完成。対象は中国とパキスタンと発言した。中国メディアは脅威が高まったとの認識を示し、 中国社会科学院南アジア研究センターの破壊林事務局長は、インドが中国を主たる対象として、核ミサイルの開発と整備を進めているとした。現在、アグニ2を中国の経済発展地域に可能な限り届かせるため、国境近くに配備しているが、開発中のアグニ V の有効射程は5000から 6000km とされ、インド国内のどこに配備しても、 中国全土を攻撃することが可能で脅威はさらに高まるという。また、インドとパキスタンは潜在的な敵対関係にあるが、パキスタンを念頭に置くならば、アグニブイのような射程が長いミサイルを開発する必要はないとも主張した。2013年4月15日、中国軍が50人程度の部隊を、インド支配側に 10km 程度侵入させ、野営地を設営した。 インド軍も中国軍の八重地近くに部隊を派遣して、睨み合いを続けていたが、同年5月5日までに両国が共に部隊を撤収させることで合意し、同日中に両軍とも撤収を始めた。2017年6月16日、中国軍がブータンとの係争地であるドグラム高原に侵入し、道路建設を始めたため、ブータンの防衛を担当するインド軍が出撃する。 工事を阻止しようとするインド軍と中国軍はもみ合いになり、インド側の残酷二つが銃器で破壊されている。以降は工事が停止し、二ヶ月にわたりにらみ合いとなる。同年8月15日インドカシミール地方、パンゴンコ北岸の国境にて中国軍兵士が侵入しようとしたため、インド兵士が押し戻そうとし、投石などの小競り合いが起きて、両軍兵士たちが負傷している。 その五両軍は陣営に戻り、以降は鎮静化した。同年8月28日には、ドグラム高原で、睨み合いの続いている、両部隊を撤退させることで合意し、両軍とも部隊を引き上げると、インド当局が発表する。しかし、中国外交部は撤退するのはインドのみであり、規模は縮小するものの中継日を継続すると、発表している。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。